さまざまな道に沿って。仕方ないことだが、地方のことを知りたいと思ったら、列車を降りて徒歩か自転車か自動車かバスか船か、さもなければスクーターで回らねばならない。というのも、鉄道はいわば外科的に地方を切断するが、街道や川は何世紀もの間人々が生活を営んできたさまざまな道であり、それが地方を有機的にさまざまに異ならせているからだ。列車から見る地方は皆同じ形で魅力がない。しかし、さまざまな道に沿って回り始めると、地方に存在する木々や人間や村、歴史の一部、果てはその地の霊、ゲニウス・ロキさえ見えてくる。しかし、オランダの土地を巡り歩く限り、あまり急がぬようご注意を。なぜなら、しばしば君の鼻の先で橋が持ち上がり、レタスやバターを積んだ船が通過できるようにして、血の霊が君にささやきかけるから。時間はたっぷり、時間はたっぷりあるよ。私はね、君、もう600年ほどここにいるんだ。オランダの干拓地については、なんと残念なことか、私はチューリップ、キスイセン、白水仙など、オランダの花畑の美しさすべてが見られる時期を逃してしまった。私はただ、ちょうど我が国でバレー酒を掘るように、球根を掘り返すのを見ただけだ。それでも、開花中のアイリス、デルフィニウムの畑、金色の百合の栽培地、何エーカーかのバラ園、何ヘクタールにもわたる夏花、幼稚園児の庭、花壇、温床を見た。私はガラスですっぽり覆われた地域や、何キロも続く温室、大量生産される花や花器、果てしない植物工場を見た。花を摘んだ何台もの貨車、花を摘んだ荷船、花を摘んでイギリスへ直行する飛行機、そして人の住む家の庭、窓には花があふれ、どのテーブルにも花束が置かれ、どの街角にも花売り娘が立ち、運河には花の船が浮かぶ。バラ、ルピナス、ハス、落花生、そしてシベリアアイリスの慌ただしい季節、赤、黄、ブロンズ、冷たい白、さまざまな色の花が泡のように吹き出すバラ園、アゼリアの植え込み、シャクナゲの茂み、ヒイラギとバードチェリーのジャングル、そしてこの世で最もきれいな庭、オランダのかわいらしい家々の庭、まるで細密画のように天からの豊富なもらい水で限りなく新鮮なさまざまな花を優雅に散らした銀色、金色、赤紫色の豊かな葉の茂り、ネペンテスやアリッサムのクッションのあるこじんまりとしたテラス、赤いハスの花の咲く手のひらのような池、ヒイラギナンテンの茂み、金色のネズと青い糸杉の小さな林。彼らは一体何を？私の心の中の嫉妬深い園芸家が口を聞いた。しているんだ。もし私がこんなに柔らかい泥炭の表土を持ったなら、もし私の土地にこれだけ恵まれたおしめりがあったなら、もし私にこんなに柔らかい土と栽培物と金とかその他もろもろがあったなら、なあお前、死に物狂いで世話をするんだが、そう思わないかね。そうだ、園芸家よ、世話をするだろう。だが、オランダの花に関しては、まだ何かがある。いいかい、500年の園芸だ。それは、ここにあるこれらの花にも見られる。ほら、なんと特別な威厳を持っていることか。なんと言ったらよいか、要するにそのような品格の差である。それはこれから何百年もの間、何者にも追い越されないだろう。それから、
こうも言いたい。ここにはまだ不思議な何かがある。それはオランダの光だ。